日28日4日目予選最終日でした。先日リモート取材させていただいた永井博也選手、残念ながら予選突破はならずでしたけども、最終日まで全力で応援したいと思います。それでは明日29日の準優勝戦の予想に行きたいと思います。競艇予想やしんちゃん3石渡の分回しに地元、2白井が引き波にハマって、4桐生の冷静なハンドルワーク、5キング松井選手ですね、前動くかもしれませんが、鬼足の3石渡の前までは来ないでしょう。潰されるリスクがあるので、本戦13245抑え12435展開3124穴241すごいいろいろ考えて。でもそうですよね、これあの松井さんの動くかどうかが、まーちゃん25521365666523淡い期待で予想、すごい56頭、まずこれはすごいオッズになりそうですね。マクリーノさん136あの選手3着ですね。大チャンスさん3146146やっぱそうですね、ここに行った選手か、石渡選手、うーん、絵好きですもんね。ゆうきさん1234535やっぱ地元白井選手の頭も気になりますね。マジンブー白井選手が攻めた結果、新田選手と喧嘩に、石渡選手が展開をついて、桐生選手が後に続く3456が本戦、はあ、でもありそう、桐生選手がね来るんですよね本当に。これなんて、純太さんでいいのかな、松井さん動こうとするが誰も入れず3対3、新田白井の1-2。そうですね、松井選手の動き気になりますね。ニッパーさん、今節の王者は調子が良さげなので3着で勝った方がいいかも、1345 2345の4点、ここを頭、新田さん白井さん石渡さんでだいぶ分かれますね。競艇大学生白井の鬼の2コースまくりで2332456、悩む。グラッチさん2130、白井さん頭もそうですよね。風正さんでいいのかないつもコメントくれてんのに名前が1221、流し、まあね、流しだとはちょっとね安全ですよね。ティアキングさん12346、さあ悩みますね。ボートケンさん12346、あれさっきの方と一緒だ、ウイチさん買いで、ウイチさん買い12346なのかな。フサッチさん侵入125346、松井さんが動いたという予想ですね。この進化なら軸は3、石渡選手角からの、まくりとまくり差し両方ある、相手は変なの動いちゃった。相手はイン。新田選手とマーク、新田選手とマーク、差し狙いの桐生選手、石井選手もしぶとく残す買い目、3443125、1331245、12345。はい。ということで、私の買い目に行きたいと思います。ということで、私の買い目発表します。侵入枠なり123456 3対3スタイル、松井さんどうなんだろうという動きを私も考えたんですけど、ここは、枠なりじゃないでしょうか。そして本戦14251235 4の3点、こちらを厚くいきます。そして穴310の4点になります。新田選手のエースキー、石渡選手のエースキーに挟まれた地元白井選手ですけども、ここのね、1、2、3がどうなるのかという展開が皆さんも悩まれてましたけど、まあ新田選手、スタートも平均的に早いですし、逃げ切りそうですけども、石渡選手がね、どこまで来るのかというところですけども、新田選手が、逃げて、白井選手と石渡選手がもし競り合ってる時に桐生選手が、ここはね、もう腕もいいので、ターンもいいので、ぐーっと入ってきて2着まで来そうな予感がします。なので、14235は熱くいきたいですけども、
そうですね。まあ普通に123の猪木も考えられますけども、はい。であと石畑選手のスタートもいいですし、まああの2日目の3コースまくり差しをしているので、もしかしたらまた3コースのまくり差しがあるんじゃないかと思い、3-1前、これがもうオッズとか今はね前日なんでわからないので穴になるのかわからないんですけども、3-1前も予想させていただきました。白井選手の頭も悩んだんですけども、ここは1か3かですかね。で、羽野選手はちょっと今回切らせていただきました。で、桐生さんはもう私のあのことだけなんですけど、桐生さんは着順を外すと絶対来るというあのいつものパターンがあるので、桐生さんは2着3着に入れました。ということで私の買い目は7点になります。はい、ということで10レースのこの準優勝戦は本当に悩みますね。でも皆さんとこうツイッターでねこのコメントをやり取りしてるのがなんか本当に私楽しくてですね、なんか予想をね一緒に考えてるなっていうのが私にとってとても楽しい時間です。明日準優勝戦ですので皆さん盛り上がっていきましょう。そして優勝戦もまた予想するので、ぜひ動画を楽しみにしててください。ありがとうございました。